今、平野歩夢選手の姿が見えました。メダルをかけて車から降りてきます。今日午前、地元村上市に凱旋したのはスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手と海舟選手の兄弟です。村上市の職員から花束を手渡された2人は、応援してくれた人たちへの感謝の思いを述べました。小さい頃からの夢っていうものを、掴む姿っていうのを、やっぱこう皆さんに届けられたのも本当に周りの人たちの応援と、サポート協力があってこその、自分だったと思うので、テレビなどでもやっぱ SNS などでもやっぱ村上市民の皆さんがこうやって応援してくれてるのを見たりして勇気づけられたところもあったんで、やっぱそういうところ感謝して、やっぱありがとうございます。ソチとそのピョンチャンと、今回北京を全て通して、やっぱりこう村上市の力があって、こうなんだ、自分の力を出し切れたっていう部分もやっぱあると思っているので、2人から語られる地元への思い。小さい頃から地元で汗を流してきた2人の活躍に、高橋邦芳市長は、2人が正面玄関に向かってくる姿を見てですね、感動しましたね。海外遠征が続いていた2人に今食べたいものを聞くと、お寿司とかが好きなので、はい、やっぱ寿司食べたいですね。兄弟揃って寿司をあげましたが、今日はお預けか。休む間もなく午後に向かったのは、午後1時前です。まもなく平野歩夢選手、海舟選手が県庁に到着します。その姿を一目見ようと、昼休み中の県職員の皆さんが続々と集まってきました。笑顔の歩夢くんを見たいです。平野歩夢選手、そして海舟選手が県庁に到着しました。今回は初めて兄弟揃っての県庁訪問となります。取れました。多分なんかかっこよかったです。はい、午後、花角知事のもとを訪れた歩夢選手と海舟選手。おめでとうございます。本当に何よりもお二人の後に続く子どもたちが夢をもらったというふうに思ってまして、歓談の中で花角知事が歩夢選手に尋ねたのは、これからも両方やり続けるの？いや、やっていきたいっていうでも気持ちは、はい、あるんですけど、まだはっきり決めてないんで、チャレンジは、そうスケボーじゃなくてもしていきたいなっていうふうには、思いますね。また話題が来年度の県予算に組み込まれたスケートボードパークの建設に及ぶと、こけら落としに来てもらえませんか？東京も含めて、今回も日本人活躍して、夏と冬の横乗りはだいぶこう、それ見てやりたいと思う人はちょっと増えたのかなと思います。オリンピックの舞台で挑戦の素晴らしさを伝えた平野兄弟。兄ちゃんに憧れて始めて、やっぱここまで8年かけて来れたので、ちっちゃな子どもたちにも夢っていうものを見てほしいなっていうか、今回は兄弟で出れて、少しでも自分たちのこうやってきたこととか、こうスノーボードのかっこよさとかをやっぱ子どもたちや、新潟県の人たちには、こうちょっとでも届いたんじゃないかなっていう。